河内方とは、鎌倉時代に、花壇や源氏学の世界で、大きな影響力を持った一派、一族である。この一派は、河内国を中心に活動したというわけではないが、子祖にあたる原稿業とその小源、近行きのいずれもが、河内守の地位にあったことから、河内方と呼ばれる。原稿業の時代には、鎌倉と京都を行き来しており、後に、 鎌倉を中心に活動するようになった。源の光行が上級の乱において京都方に味方して処刑されそうになり、鎌倉方についていた息子の除名嘆願によって、かろうじて救われるなどしたこともあって、鎌倉将軍家に近い血統にありながら、政治的には高い地位に上ることがなかったため家計や生没年など不明な点も多い。この川地方という名称は、 正式な名称というわけではなく、河内方以外に等と呼ばれることもある。平安時代末期には、様々に異なる内容を持った、源氏物語の写本が存在し、そのうちのどれが正しいのかわからない状況であったのを、様々な写本を調べて、河内本と呼ばれる本文を制定し、これ以後に大きな影響力を持った。また最も早い時期に、水原章などの源氏物語の体系的な、 注釈書を表し、その後の源氏物語の解釈に大きな影響を与えた。この時期京都でも、源氏物語は古典、聖典化し、花壇等の世界に大きな影響を与える存在になっていたが、文献としての注釈書は特に解釈が困難な部分について写本に中記する形で成立した注釈書である、源氏尺や送り、 または特に議論になるような論点についての見知るした公安源時論議のようなものしかなく、源時物語全体にわたって体系的な注釈書を初めて成立させたのは河内方によるものである。この河内方の注釈が京都に先行して発達したという点について、当時は京都に居住する貴族階級の人々にとっては源時物語が書かれた平安時代中期とは、 言葉や制度、習慣がかなり変わってきたとはいえ、源氏物語の原文をそのまま読むことはそれほど難しいことではなかったのに対して、鎌倉などの地方に在住する武士階級の人々にとっては、源氏物語が当然としていることの多くが、当然ではなく、説明を必要とするものになってしまっていたことが理由ではないかとも言われている。室町時代に入ると、 河内法の決闘を受け継ぐ者はいなくなってしまい、源氏学も京都を中心に動くことになる。そして河内方最大の注釈書である水原省も散逸してしまい、源氏物語の本文としての河内本についても、室町以来404年、河内本と確認し得る者は見当たらなかった。という状況になった。このように河内方そのものが消滅した一方で、 川地方の唱えた数々の説は、それ以後も大きな影響を持ち、これ以後作られた様々な注釈書で唱えられている説にも、川地方によって始められたものが数多く含まれている。中でも、四つ辻吉成により表され、現時学についての七つの流派をまとめ上げたとして、古中の集大成と位置づけられる川解省は、川地方から大きな影響を受けており、稲賀刑事は、 川解賞について、俗川地方と位置づけられるとしている。また、現地物語の本文としての河地本についても、河地本そのものが姿を消した一方で、室町時代以後に主流になった、三条西屋本系統の青表紙本は、河地本から多くの影響を受けたものであった。河地方の中心となる注釈書である、水原賞は大部分が失われており、秘伝書の 県中採筆症や分派のすさびによる致命症は残されているものの、現在見ることができるものは当時の姿そのままではないと考えられている。ありがとうございます。